それでは今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。で、今日はテキストですと12ページと、まあ、第2章の数値と数式の表現、それから基本演算アルゴリズムというところで、まず数値の表現から話をしていきたいと思います。で、これからですね、その数値の表現について話をする際に、まあ、いくつかの、まあ、の概念ですとか、それから決まり事を確認したいと思うんですけれども、まず、ビットとかバイトとかワードの概念は前回の授業で説明いたしました。必要な方は前回の資料ですとかビデオを参照してください。それから、まあ、囲碁の議論では1ワードを N ビットとして表すことが多いです。で、まあ、その 特に、まあ、1ワード何ビットっていうふうに指定する場合もありますが、ない場合には1ワード N ビットということで N を変数として扱います。で、それからあと、まあ、これからですね、その数の加減乗除をこう考えていくわけですけれども、その加減乗除などの基本演算はそのワード単位で行うことにします。と、まあ、これも具体的な例はこれからおいおいですね、その授業の中で説明していきたいと思います。で、最後にですね、その、まあ、これ何かっていうと、その実際の我々が扱っている数値をですね、そのコンピューターの符号としてどのような形で表すかというのは、そのまあいろいろなやり方がありますので、ここでは特にこれっていうのを特定のものはあげませんけれども、まあ、重要なことは、その我々がそのこの現実世界で扱っている数値と、それからそれをそのコンピューターの中で扱う符号の間に1対1対応があるということですね。だから、あるちゃんと1対1対応を定めることで、その我々が扱っている普段の数値をその計算機上で符号で表すということに注意してください。で、実際その計算機、我々が今使っている計算機というのは数値以外のデータは本質的に扱うことができません。ですので、例えば音声ですとか映像で画像ですとか、そういったデータをその今私たちがその例えば携帯電話なんかで扱うことができるのは、そういったものをですね、極端に言うと全部数値に置き換えて計算機で扱っているというふうに捉えることができます。ということで、じゃあまずその整数の、まあ、我々その計算機上でこの数を扱ったり、その数学を扱うということで、そのまず整数をですね、この計算機上で表記するということを見て、やり方を見ていきましょう。で、特に今日はその2の歩数という概念についても説明します。もしかするとこれまでに情報などを授業ですでに扱ってたかもしれませんけれども、一応まあ復習の意味を込めて扱います。で、まず、まあ、計算機に扱う上の基本的な知識として、まあ、現在ほとんど全ての計算機では数を二進法で表します。と、まあ、前回やりましたように、そのビット列をこうメモリに格納していきますので、そのまあ、二進法で数を表すと。で、なんでつくこと断るかというと、過去にはその二進法以外でその数を表している計算機も歴史的にはありました。まあ、詳しくは皆さん興味のある人はそういうコンピューターの歴史を調べてみると良いかと思いますが、まあ、現在はほぼ全ての計算機で二進法を扱っています。で、それから以下ですね、1ワードは32ビットとしまして話を進めます。先ほど申し上げたように、数の加減乗除はワード単位で考えますと言っていたんですが、言っておりまして、で、まあ、1ワードとして最近ではその64ビットのものが計算機が主流だったりするんですけれども、なかなかその書いたりこう頭の中で考えたりする際には64ビットはちょっと長いかなという気がしますので、それ以前に主流でした32ビットを例に取り上げます。で、まずじゃあその32ビットの1ワード そのビット列を使って、まあ、整数を表現しましょうっていう時に、まず一番単純なその表現の仕方っていうのは、まあ、符号のない整数だと思いますね。で、こんなふうにそのここにありますように、まあ、まあ、前回も述べましたが、この
計算機の分野ですとインデックスはだいたい0から表し始めますので、あの B の0からこう B の31という、 こう32個のビット列をこうメモリにがメモリに入っているというような状況をあの想像してください。でこれを使ってその、まあ、V という ある整数を表そうというわけですね。でじゃあ、皆さん、普段ですね、その数をどうやって表しているかといいますと、皆さん、普段使っているのは、多くの人が使っているのは十進法なわけです。まあ、もしかすると、中に奇特な人がいて、十進法以外の数を使っている人はいないとも限らないですけれども、まあ、僕の知っている限り、僕の合っている、少なくとも僕の知っているほとんどの人は、まあ、十進法を普段使っていると思います。で、皆さんもそうだと思います。で十進法の場合ですと、その例えば数を3桁並べたとしたら、これ小学校の時に習うかと思いますが、まあ、右から1の位、10の位、100の位っていうふうにこう並べていくわけですね。で基本的な並び方は二進法でも全く同じで、ここにありますように、ここがまあ1の位としますと、十進法では10の次は10の位だったんですが、二進法ですと2のべきになりますから、次のここは2の位、4の位で B の3が8の位というような形で表されるわけです。でそれをこう表しますと、あ、ごめんなさい、それをですね、このような形でその、まあ、一般的な式で表しますと、そのまあB の J ですね、これに2の J 乗をかけた形でこう表しますということになります。ですので、まあ、基本的なその二進法での数の表し方は我々の十進法とまあ同じであると思っていいわけです。まずこれを押さえておきましょう。でまあ例としまして、そのいくつか最初まあ例を出してきましたけれども、まあ、左側、統合の左側は二進数ですね。でそれに対応する十進数を右側に書きました。で、まあ、0は0と1は二進数と十進数どっちも同じわけですね。で2になりますと、その二進数では一つの桁に入る数が0か1だけですから、この2の位がたって10という形でこの十進数の2を表します。でこうしていきまして、最終的にこの1ワード32ビット分の32桁が全て1になった整数というのは十進数で表しますと、2の32乗マイナス1ということで、まあ、こういう数で表されるということになります。で、まあ、これを見て分かりいただけますように、だいたいその、まあ、符号なし整数32ビット1ワード数符号なし整数では、まあ、0からこのぐらいの数ですね、十進でだいたい10桁ぐらいの数まで表せるということが分かります。はい。ここまでで、あ、何か質問、あ、ちょっと一件質問が来てますので出しますね。はい、今寄せられている質問は、いつか128ビットの計算機も登場するのでしょうかという質問で、多分するでしょうね。で、まあ、ちょっと見方によりますと、すでに登場しているとも言えます。と言いますのは、最近 の、まあ、パソコンにの CPU ですとか、それからその、もっとグラフィックスとかと数値計算に特化した GPU と呼ばれる演算装置ではですね、すでに128ビットぐらい そのデータを 1ワードとして計算できる機構がすでに備わっているものがあります。まあ、全ての計算機で使われているというわけではないんですが、一部の計算機ではすでに使われておりますので、だんだん、まあ、単純にはそうですね、扱うワード数はどんどん大きくなるんではないかというふうに思います。あとはそうですね、今 その我々の需要にが満たされているかどうかっていうところにもよるかもしれませんね。今の64ビットのその装置で、まあ、ほとんどの人が差し支えなければ64ビットのシステムも残るでしょうし、まあ、一部のシステムでも128ビットとかもっと大容量 のシステムが出てくるかもしれません。はい、では、
じゃあ最初にこの一番単純なその符号のない整数を扱いましたので、じゃあただその現実にはその負の数も扱いたいわけですよね。例えばお金の計算を皆さんする際に大体まあ、残高を計算しようと思ったら収入を正の値で入力して支出を負の値で入力しますから、こう負の整数も扱えた方がまあ便利なことは確かなわけです。ということで次にその符号付き整数というのを見てみましょう。で、まあ先ほどと同じですね、この31ビットのビット列が表す数をまあ V とするときに、じゃあ符号なし符号をつけるには、その何らかの形でその符号の情報をつける、付加する必要があります。で、多くの計算機では、この符号の情報を、この一番上位の、この31番目のビットに付加しています。で、しばしば、この、31番目のビットを符号ビットと呼ぶこともありますが、まあ、大事なことは、その、この32ビット中、符号の情報に1ビット使うので、実際に表せる、その、まあ、例えば正の数の範囲は、まあ、その分減るということですね。まあ、その代わり、負の数も表せるようになるということです。で、まあ、その符号付きの整数の表し方にはいくつかありますけれども、まず多分皆さん単純にパッと思いつくであろう数は、その、表現は、その符号なし整数に、符号ビットを付け付加したというものだと思います。ですので、この状態です と、 まあ、B の0から B の30までの31ビットで符号なし整数を表した上で、この31ビット目が、まあ、1であればその数は負であると、で0であればその数は正であると、まあ、そういう表し方をするっていうのが、まあ、一番単純なやり方でしょうか。大体皆さんパッと思いつくんじゃないかと思います。まあいいでしょうか。じゃあちょっと写す人がいたらちょっと写してみてください。一応資料はこの授業終わってからも配りますけれども、まあ今のうちにメモを取りたい人は取っていただいた方がいいと思います。いいですかね。はい。で、このやり方ですと、まあ長所としましては符号反転が容易ってことですね。その与えられたその数があったときに、それを負の数にしたいときには、この31番目のビットを1にするとか0にするとかすれば、こう符号反転はできますので、まあ、その点では有利かと思います。で、短所としましては、その負の数を加える、のがやや面倒かなと。だから、例えば負の数を加えたり、あるいは正の数を引いたりするときには、その、まあ、これからあとやりますけれども、加算のアルゴリズムに加えて、この減算のアルゴリズムも考える必要があるということが、ちょっと面倒な場合もあります。まあ、そういうことでですね、実際の計算機では、この符号なし整数に符号ビットをつけるというやり方に変えて、その次に、これから説明します、この2の歩数を使ったやり方がよく用いられます。で、この2の歩数のやり方を聞いたことある人どのぐらいいますか、皆さんの中で。うんうん。なるほど、分かりました。はい。じゃあ、まあ、情報なんかでやったんですかね。あんまりやってなかったですかね。まあ、やったかもしれないけど、忘れてる人もいると思いますから、じゃあ、やっておきましょう。で、ですね、じゃあ、ちょっとその手順を、順を追って説明します。最初に、この符号なし整数 n を与えて、で、それの、に対してこのマイナス n を求める手順なんですけれども、まず最初にやることは、n のビットをすべて反転します。反転するっていうのは、1の桁は0に、0の桁は1にっていうふうに直すわけですね。で、それが終わったら次の手順で1を加えます。手順としてはこれだけです。で、ただし、一応この31番目のビットはやはり符号に相当するようなちょっと特殊な扱いをしますので、その点注意が必要です。で、この2の歩数を使って表された数っていうのは、まあ、このような形になります。ちょっと変わってるんですけども、この30桁までは普通の符号なし整数ですね。で、この31ビット目に関しては、これに2の31乗をかけたものを引きなさいという形になっています。で、
じゃあ、まあ、といってもちょっとピンとこない人もいるかもしれませんので、その実際にその例を挙げて説明しましょう。ここでは、1ワード、5ビットの二進数を考えます。で、2の個数で表しますので、数値は、まあ、4ビット、プラス符号1ビットということで、表します。で、それで、マイナス9という数を表してみましょう。で、まず最初に、この5ビットの中にですね、9を代入します。9は、二進数ですと8プラス1になりますから、8の位に1が立って、それから1の位に1が立って、こういう形になります。まず最初に9を入力すると。で、次に、すべてのビットを反転させます。0の桁は、0の位は1に、1の位は0にすべて直します。そうすると、10110というビット列になります。で、最後に、この2の2では求めたこのビット列に1を加えます。で、そうすると10111っていうふうになるんですが、これをマイナス9とします。ここまでいいでしょうか。で、大事なことは、こういう表し方をすると何がその数学的にきれいなのかというと、この元の数ですね、元の数にこの、2の歩数で表した負の数を加えると、0になることに注意してください。まあ、桁、一番上の桁が溢れるんですけれども、それを無視して、0になります。と、なんでかっていうと、まず、この1の位で1と1を加えると、ここ、1、0になりますよね。で、1繰り上がると。そうすると、2か、ここも1繰り上がって、あと4の位も、これも1繰り上がる。で、8の位も、1繰り上がって、最後、この符号の位も1繰り上がるということで、まあ、符号の繰り上がって、はみ出た1は無視しますと、0になります。で、こうしますと、その皆さん、例えば、群とか漢字ですね、その、加法の逆元ってどうやって定義したかっていうのを思い出してみてください。その、例えば、A の逆元っていうのは、A に加えて0になるような数を、A の加法の逆元でマイナス A と呼ぶっていうような、そういうやり方をしてました。ですね、そういう定義に、こう、うまくマッチした、表現に、この2の歩数の表現というのはなっています。ここまでいいでしょうか。で、ということで、一応そうですね、今日の前半は、その2の歩数で、負の整数を表記するというところを、説明しました。で、後半では、今度は浮動小数点数というのを説明します。ちょっとここだけこの授業の中で話の経路がちょっと変わってるんですけれども、まあ、一応世の中に出回ってる計算機では必ず使われている機能ですので、まあ、ここでちょっと触れておきたいと思います。で、ここでですね、その実数を例えば実数をですね、有限桁の数で近似するという状況を考えます。まあ、実数にはいろいろな数がありまして、皆さんご存知だと思いますけれども、例えば有理数、特にその循環小数といった数ですとか、それから無理数ですね、特にその円周率 π ですとか、自然対数の定の E なんていうのもありますけれども、こういった数のように、まあ、基本的にその小数ですね、この十進法の小数で表すと、完全には表せない数っていうのが、こう、世の中にはいろいろあるわけですね。しかし、計算機は、有限の、そのメモリしか実際には使えませんので、その有限桁で、こういった、実数の近似をしなければならないという状況がしばしばあります。で、まあ、世の中には、いろんな分野があって、例えばその有理数や代数的数を、その計算機で厳密に扱って計算するという、手法も、あります。実際僕の専門分野である、数式処理なんかはそういう手法を使っていますけれども、まあ、ここではそれをちょっと置いといて、まあ、有限桁で、その実数を近似する際の手法を見ていきたいと思います。そうしますと、例えばですね、じゃあ実数を、近似しましょうって言われたときに、じゃあ10桁の十進数で、まあ、実数を近似するシステムを皆さん作ってみてくださいって言われたときに、皆さんどういうことを考えるでしょうか。まあ、そのアイデアの一つとして、ちょっとこういうアイデアを考えてみました。まあ、10桁の十進数を使うっていうことですので、とりあえず、
整数部にその5桁、十進5桁、それから小数部に十進5桁をこう割り当てると。こういうふうにすると、その、まあ、大体10の4乗、マイナス4乗ぐらいまでの大きさの、その小さい数を実数を表せるということですね。まあ、そういうやり方が考えられるかと思います。まあ、これは、まあ、僕がパッと素朴にこう思いついたアイデアでありまして、まあ、皆さんも中にもこういうアイデアを思いつく人もいるかもしれませんけれども、まあ、このような形の、まあ、表現がまずできるでしょう。でこのような時に、まあ、符号の情報は別途プラスとマイナスはさっきの符号ビットのように別に持つとしますと、このやり方で表現できる数値というのが大体マイナス 99,999.9999 から以上で 99,999.999 以下と、まあ、こういった数で表すことができます。で、今度はちょっと少し思考を変えてですね、ちょっともっともうちょっと違うアイデアをちょっと試してみましょうってわけですね。で、同じようにその10桁の十進数で実数を近似するんですけれども、今度は少しその各桁の使い方が違います。見ていただくとわかるように、整数桁は1桁しかありません。で、この小数桁に、1、7、4、8桁取ってます。で、先ほどと一番異なるのは、ここに10のべき乗っていうのをかけてですね。で、このべきなんですが、ちょっとこれ分かりにくいかもしれませんけど、E0-5 となっていて、この E0 は、0から、9の間まで動きますから、実際にはこの10の指数は、-5 から4の間を動きます。と、こういう形でですね、その1桁の小数に10のべきをかけると、そういう表現の仕方を、まあ、持ってきたのがこの2番目のやり方ですね。で、そうすると、これで表現できる数値っていうのが、まあ、一番小さいものは符号の情報は別な情報で持つとして、表現できる数値が大体マイナス 99,999.9999 で、以上を 99,999.9999 以下なんですけれども、先ほどのその表示と比べますと、見かけ上、その先ほどは小数点以下第5桁まで、第5位まで表現できましたので、まあ、こちらの方が若干その表示が表現できる桁数が少ないようにも思えるんですが、この表現の長所はですね、相対誤差がほぼ一定になるということです。で、ちょっと戻っていただきますと、まあ、例えばそのこの例えば1万2万3万4万といった数を小数で表す際には、これ有効精度がちょうど10桁で表せるんですけれども、例えば1桁の数ですね、例えば円周率をこの数の体系で表そうとしましたら、小数点以下5桁までしか精度がありませんから、そうすると全体の表現できるその桁数っていうのが 3.14159 だから6桁までに決まって減ってしまうんですね。そうするとこの数の表現しようとする数の絶対値によって、その表現できる桁数が近似できる桁数が変化してしまうという短所もあります。一方でこちらの2番目のアイデアですと、その常に整数部は1桁で小数点以下は8桁確保されておりますので、これでどんな絶対値の大きさにかかわらず、ちゃんとこの9桁の精度を保持できるという長所があります。で、これ別の言い方すると、この相対誤差ですね、この元の数を近似した場合の相対誤差がどの絶対値の値に大きさにかかわらずほぼ一定になるという長所があります。までいいでしょうか。で、ここでちょっとその絶対誤差と相対誤差という言葉について触れておきます。で、まあ、x を真の値としましょう。まあ、例えば円周率でもいいです。自分が近似した値。で、それに対して x' というのをその近似値としたときしましょうね。これを、まあ、例えばさっきの不動小数で近似したような、さっきの小数で近似したような近似値としたときに、絶対誤差は、この真の値と近似値の、まあ、差の絶対値そのものを表します。で、それに対して相対誤差は、この絶対誤差がですね、この元々の表現したいと思っている真の値に対してどのぐらいの割合かというのを表します。
という2つの種類の誤差をこう考えるっていうところに注意してください。まあ皆さん多分言葉から大体内容は分かると思いますけれども、一応確認しておきましょう。ということで、先ほどのアイデアの2番目ですね、この相対誤差がまあほぼ同じくなるようなこういう形のその形のその小数の表現をですね、不動小数点数、もしくは不動、略して不動小数というふうに呼びます。で、これは不動小数っていうのはそのどういうネーミングかというと、これ大体精度がこれ一定なんですけれども、もともと表そうとしている数のその大きさによって、その小数、その見かけのその桁、見かけのその桁の中の小数点がこう右に動いたり左に動いたりすることから、まあ小数点が見かけ上動いているように見えるので不動小数というふうに呼ばれています。で、この不動小数点数というのは現在その実数を有限桁で近似する方法として広く用いられています。これもちろん皆さんが使っている電卓などもほぼ全てこの不動小数で計算を、実数の近似計算を行っています。で、一方で先ほど紹介しました最初のアイデアですね、最初のアイデアのその方は固定小数点数というふうに呼ばれます。で、これはその常にですね、この小数点のその整数部とそれから小数部の表現する桁数が一致していますので、小数点が固定されているというふうに見なされています。見なして、こういうネーミングがついております。で、現在はその先ほどの不動小数に比べますと、用途は限定的ですけれども、一部の用途で使われているということも聞いたことがあります。ということで、ちょっとここではですね、テキストにはあまりその詳しい、テキストよりもちょっと詳しい説明しますけれども、不動小数によってその実数を表記するという表記、もしくは近似するというのに一般的にはこのような表記を用います。表記しようと思っている数を V としますけれども、これをまずマイナス1の S 乗ですね、この S っていうのはこの符号を表す部分で、これは0か1、それから M というのが先ほど図で表しましたこの桁、メインの桁の部分で、これを仮数と言います。英語ですとマンティーサと言いますけれども、で、それに、なんとか、先ほどは10のなんとか乗っていうのを書けましたが、一般にはこれ B 進数で表しますと、この B がその、今表している数の奇数ベースになっておりまして、で、最後に、この B 進数の、何乗っていうこの E の部分を指数、エクスポーネントと呼びます。不動小数は基本的にこのような、形式で表します。ここまでいいでしょうか。ちょっとまだメモってしてますかね。はい。で、次にその駆動小数の正規化の話をしたいと思います。で、ここに V としてこの 2.9979×10 の8乗という数を持ってきました。で、そうか、今年はなんか最初から答え書いてしまいましたけれども、これはどうも真空中に光が進む速さなんだそうで、単位はメートル毎秒だそうです。その近似値ですね。で、先ほどのその駆動小数の表現の仕方からしますと、この 2.9979 っていうのは仮数部で、それから10っていうのが奇数ベースで、8っていうのが指数ですね。で、こう書きますと皆さんすぐお気づきになるかもしれませんけれども、じゃあ例えば仮数部を10倍して、指数を1個減らしても同じ数が表現できるよと。で、もしくはこれ仮数部を10分の1倍して、で、指数を1個増やしても同じ数を表現できるよということで、今まで述べた表現ですと、この一つの実数を不動小数で表そうとすると、こういろいろな表現の仕方があることが分かります。で、そこで、
表現を1位にするためにですね、まあこれ皆さん多分もう数学類にいますと、この1位性っていうのはいろんなところで大事だってことは分かっていると思うんですけれども、この表現を1位にするためにどうするかっていうと、その仮数部の整数部を1以上 b 未満の整数で表すのはこのミソ、このポイントですね。でこれを駆動小数の正規化と呼びます。いいでしょうか。でこの正規化を入れますと、もう少しきちっとこういう形でこう表せれることになります。例えば計算機上での駆動小数の例として、V、この V を表すときに、これをマイナス1の S 乗かける、M かける B の E 乗として表すということで、で、S は、符号を表しますので、0か1が入ると。それから、M、仮数部は、N ビットとして、その、N、M が表現する値というのは、1以上2未満の数を表すと。で、あと B ですね、奇数、ベースは2ですね。今、計算機上で2進数で表すと言ってましたから、奇数は2と。で、最後に、指数の E のところは L ビットというふうに合わせて表すというような表現ができます。で、この時、それぞれの桁をこう、まずこの仮数部 M をこう見ますと、M0 の桁から始まって、M1、M2、点々点と M の N-1。っていう桁でこう表しますと。それから、ただし、この M0、今、仮数は、整数部が1になるように正規化しましたので、この M0 の値は必ず1を取りますと。で、それ以外の、この MJ の桁は、0か1の値を取りますと。で、そうしますと、このラージ M っていうのが、こういう数を表すように、表すと。いうようにするといったようなその表現の仕方がよく用いられます。ちょっと一気に数式出せるとピンとこない人もいるかもしれませんが、後で資料も加わりますので、ゆっくりその際に復習してください。で、それで次にですね、その駆動小数演算におけるその丸め誤差ということについてお話をしておきたいと思います。で、先ほどその実数をその有限桁で近似するっていう話をしましたけれども、特にその実数を駆動小数で近似する際にですね、この与えられた真の値 x をその駆動小数、今回駆動小数 x プライムで近似することを丸めと言います。丸めると言います。だから、真の値 x を駆動小数 x プライムに丸めるといったような使い方をします。英語ですとラウンディングとかラウンドオフというような言い方をします。で、当然その与えられた実数を駆動小数に丸めますと、その際に誤差が生じます。その誤差のことを丸め誤差と呼びます。ラウンディング、ここで英語を書くの忘れましたけど、ラウンディングエラーとかラウンドオフエラーというふうな言い方をします。ここまでよろしいでしょうか。で、先ほどですね、そのも出ましたけれども、x が真の値であって、それを x プライムで近似したときに、絶対誤差と相対誤差っていうのをこう定義したというのをちょっともう一回思い出してみてください。で、このじゃあその駆動小数でですね、そのどのぐらいのその有効な精度があるかというのを知る指標の一つに、マシンイプシロンという値があります。で、これはどういう定義かというと、非ゼロの駆動小数ですね。非ゼロの駆動小数の丸め誤差の相対誤差の最大値を表します。ですので、あるその与えられた数 x をその駆動小数 x プライムで近似したときに、その丸め誤差の相対誤差ですね。ですね、相対誤差でこういうのを取りますね。で、この値をこうがその与えられた実数とそれを近似した駆動小数によっていろいろ変わってくるんですけれども、でこれその非ゼロで取りうるこの駆動小数で近似される中、近似させた駆動小数の中でこの最大値のことをこのマシンイプシロンと呼びます。ですので、駆動小数に丸めた場合のその丸め誤差の相対誤差の最大値ですね。
というのを押さえておいてください。でこれなんですけれども、その与えられた元々の数 x を1と置くと、まあ1プラスイプシロンがその1を1でないと認識できるような、識別できるようなこのイプシロン実数の最小値を定めることもできます。ですので駆動小数もですね、その有限桁で近似していますので、数が連続に並んでいるわけではありません。そうすると駆動小数で表した1の隣に1よりも大きい次の駆動小数というのが存在するわけですね。その1とその1の隣の駆動小数との差でもってこのマシンイプシロンというふうに呼ぶこと、定め、位置づけることもできます。だから駆動小数で表した1に一番近い、1と1に一番近い数との差というのも言うことができます。でまあ、以上でですね、以上が大体その駆動小数を扱う際の基本的な知識なんですけれども、一応その現在我々の社会の中で生活の中でよく使われている駆動小数の規格についてちょっと触れておきます。でこれは IEEE745 の駆動小数規格と呼ばれているものでして、で現在その多くの計算機っていうのは皆さんが使っている携帯電話からですね、スーパーコンピューターに至るまで、その多くの計算機で採用されている、駆動小数の事実上の標準規格です。で、これは1985年に最初の規格が作られまして、で現在有効な規格は、その後いくつか拡張したりして、2008年に定められたものが使われております。で、二進数や十進数、とそれからいくつかの精度ですね、その精度の桁数の代償ごとに複数の規格からなっておりますけれども、最も広く用いられているのはその二進数の倍精度と呼ばれる規格でして、でこれ多分皆さん の携帯電話にも入っていると思いますし、もちろんパソコンにも入っていますし、それから、電卓はちょっと僕はよく正確な規格は把握しておりませんけれども、いろんなところで使われているというものです。でこれはちょっと細かい話になるので、後でどちらかというとそのレポート課題にも関連してきますので、後で配られた資料で見ていただきたいと思うんですが、IEEE745 の倍精度というのは、このような形で駆動小数を表現します。まず使うビット数は全部で64ビットです。これだけちょっと例外ですけど64ビット使います。で内訳なんですけれども、SS1 ビットは符号として使います。この部分ですね。これ V っていうのは、これを実数を近似する場合ですけども、まあ、1ビットは符号として使います。それから、11ビットを指数として使います。指数は、ちょっとこういう定義なんですけれども、マイナス1000の22から1000の22までを表すことができるようになっています。で残りが仮数部で、仮数部が52ビットあるんですけれども、ただしこの体系では、整数部ですね、この M0、整数部を必ず1と置くことにして、で、この1という整数部は、このビット率の中には入れないことにしてるんですね。もう、正規化した場合には、もう必ず、整数部は1と置くから、もう、この中には入れないということで、この隠れた、整数部の正規化の、整数部のビットを含めて53ビットで仮数を表しています。で詳しくはこういう式の表現になりますので、これはまた後で確認してください。ここまで質問ありますでしょうか。であとはテキストの残りのところですね、自然数の表記のグレーコードというところは、今回ちょっと時間の都合で省略しますので、まあ、興味のある方は、それぞれ見てみてください。それから、あと、マイナス二進法も、省略しますので、興味のある方は後で見てみてください。ということで、今回の授業のまとめなんですけれども、まず、二進数ですね、それから、符号付き整数の表現、あと2の歩数、特に2の歩数によるその負の数の表現について扱いました。でそれから次に実数のを有限桁で近似するっていう話で、まあ、不動小数の概念を扱いました。
あとその不動小数にですね、実数を近似する際の誤算として、まあ、絶対誤差相対誤差の概念について紹介しまして、でその中で その延長で、まあ、丸目誤差とそれからマシンイプシロンの概念について紹介しました。で最後にこの IEEE の、 あの不動小数規格というのについて紹介したということで、大体、まあ、今日のところはこのぐらいになるかと思います。ここまで何か質問がありますでしょうか。ということで、次回はですね、テキストです15ページのセクション 2.1.5 の、多精度整数の表記と加算というところから、いきたいと思います。ということで、じゃあ、とりあえずひとまずこのセッション、この講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。